はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつざわでございます。圭一様、塚田様、お豆様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して、政治家組織にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。恐縮であります。支部長各位にお願いなんですけれども、11月13日から20日の松戸市議選向けに、10月下旬から松戸で、松戸に入って、自分のチラシ配るんでいいんで、政治活動してください、松戸で。それまでは各自の地域で政治活動してください。私が松戸に入りますんで、まあね、まだまだ先なんで、2ヶ月ずっと支部長さん、松戸に入るのは、ちょっとね、自分とこも大事にしないと。東京支部長のですね、9月中旬から末まで、都内厳戒態勢につき、これは国葬の警備でですね、都内の警察がピリピリします。政治活動自粛はですね、デモや告知しての集会など、取り消したり移動したりできない活動は自粛してもらいたいっていうことで、駅前でね、政治活動、すぐ中止できる、場所移動できるっていう、無告知活動ですか、まあ、告知しても、まあ、2、3人ぐらい集まってもらえる、はその限りではないそうです。確認しました。ですんで、9月中旬から末までも都内の支部長、やっていいということですから、まあ、デモとかはダメなんですけど、遠慮しろってことなんですけど、それでも、やるですね、左翼どもとか、第一党とかいるみたいですけれども、人の迷惑顧みずって、いうやつですかね。草加市市議選出馬取りやめで、微妙に党勢にケチがついています。ずっこけた。日本改革党。各自の奮闘に期待いたします。無駄になってしまいましたが、草加市に入ってくれた、藤川高等支部長、ありがとう。まあね、まあ無駄になっちゃいましたけれども、まあまあ、日本改革党は全国ですので、全くの無駄ではありません。党の知名度、高めてくれてありがとう、いうことで。画像提供ありました。場所は中野だそうであります。ニュース女子さんに抗議するいつもの皆さん。何回もやってるみたいで、ニュース女子さんの本部中野にあるんですかね。国葬シールアンケート女もレギュラーだそうであります。こいつ微妙に違うような気がするんですけど、各地各場所にいるんでしょうか。国葬シールアンケート、米国でテロ組織に認定されてるアンチファに類似したマークののぼり使ってますね。まあまあ、あれなんでしょう、似たようなもんなんでしょう、全部で数人といったところでしょうか。マイクを握るおじいさん、のぼりを持っているおじいさん、おじいさん、おばあさんという感じで、まあ若いのも、若いっつってもね、中年だわな、もういますけれどもね。スクランブルデモは絶対取材しないのに、こういうのは取材に来る東京新聞記者。こいつは東京新聞だとなります。ごっついカメラ持ってますね。ひょっとしてチームの頭数に入ってるのかもしんないな、東京新聞な。左翼があまりにもですね、国葬には法的根拠がないって騒ぐもんですから、外国人生活保護にも法的根拠ないぞということで、ツイッターのトレンドになってました。どうして左翼はこうもブーメランが得意なんでしょうか。私も協力してですね、そのトレンドに協力してですね、去年の9月、肺がんの手術する20日前の議会演説、外国人生活保護反対 の URL 貼っときましたけれども、そういえば各地の地方議会で日本改革党の議員を誕生させて、全員にこの演説してもらいたいんだよな。外国人生活保護の反対の演説
をしてもらいたい。私の時は、理路整然と3つの理由を述べて反対だって言ったんで、ヘイトだの、レイシストだのっていう、しばき隊は湧きませんでした。私の質問原稿丸パクリでいいからさ、議員さんにぜひなってもらって、全国の地方議会でこれぶちかましてほしい。でですね、私がぜひ言いたい言葉はですね、日本改革党の議員に血迷うとらんもんなんど一人もおらんどって言いたいそれをやった挙句ね、岸田政権ガソリン価格や食品価格高騰対策として住民税非課税世帯に5万円給付する方針だそうであります。発表になっておりました。ネットの反応です。働いたら負け、君もらう人、俺払う人、公平に全員に配れよ、納税してる人バカみたい、億単位で資産があっても非課税の高齢者はたくさんいる。まあね、都内で持ち家なんていうとちっちゃい一軒家でもですね、億超えちゃうんですよ、資産としては。固定資産税も相当なもんに なりまして、まあまあ収入ないと払えずに、まあ仏の音がなっちゃいますよね。世帯で5万って大家族不利やな。まあまあ世帯収入で換算すんのかな。まあ一人暮らしが一番有利ですかね。一人で5万円もらえたらね。案の定 不公平だ。非難55、岸田さんバカだからな。発表前に不公平だって言われることもこんな簡単なのにわかんないんだもんな。お前の耳にはですね、財務官僚の言葉しか聞こえないのか。聞く力はどこ行ったんだって話。非課税世帯限定は不公平でしょね。世帯に5万って、人数によっては不公平でしょ。2人世帯だったら2万5千円なんし、3人世帯だったら1万7千円ぐらいになっちゃうし、いうことで不公平だろ。非難55。コロナ対策で10万円配布した時は、時は全員に配布してましたね。1人当たり10万円ってことで。4人家族だったら40万円もらえたのかな。これも元はね、財務省の言い分、財務省の計画では、非課税世帯に10万円だったんですよ。最初。安倍総理と公明党がですね、不公平だ、怒鳴って変えたんですけど、まあ、住民対象ってなっちゃって、外国人にも全員になって、給付になったのは不満でしたけどね。その福利は国民が享受するに違反してないぞれ。外国人生活保護もそうだけどさ、岸田総理は財務省の言いなりは本当でした。財務省の案としか思えない非課税世帯ごと、ちゅうことですからね。コロナ増税とか発表になったら反対でもしましょうか。財務省の言いなりだとしたら、岸田総理が言いなり、鵜呑み、バカだから、だとしたら、どうせそのうちコロナ増税、コロナ対策で金使いすぎたんでって、増税するはずですから、その時は反対でもしましょうか。このお題だったらですね、安倍側の人らも参加しそうですね。まあ、左翼の皆さんね、私らとは違う日本語を使ってる皆様も、このお題だったら参加しそうだな。物価高対策だったらね、消費税下げる方が効果絶大ですよ。消費する人はそれなりに助かる、しない人もそれなりに助かる、全くの公平。どうしても一回徴収してですね、配布を差配する権力を得たい財務省、こいつらね、チュチェ思想でしたっけ、 100% 没収して 100% 配布するっつ、北朝鮮みたいなことを目指してんですよね。その方が絶大な権力を得られるからね、財務省。戦中の配給制度がっつん、ちなみにですね、158万円以下世帯収入の年金世帯は非課税だそうであります。1800万世帯あるそうです。これ高齢者多いからね。なんかね、とうとう50歳になっちゃったっていうからね。その辺歩ってる人ランダムに連れてくると50歳以下と50歳以上で綺麗に人数が同数になる。中央値が
50歳になっちゃった、4800万世帯あるんですよ、37% が非課税世帯、いうことになっております。残りの6割の世帯で一生懸命働いてんだなという感じで、ちなみにですね、豊島区人口29万人、ここはですね世界一65歳以上の一人暮らし世帯の率が多い、高い豊島区、ついでに人口密度も世界一の特殊な豊島区なんですけれども、新宿とか渋谷じゃねえのかって驚かれる方もいらっしゃるかもしれないですけど、新宿も渋谷もですねでっかい公園あったり、新宿御苑ですか、渋谷は何がかな、まあ、NHK でっかいよな、あと国立競技場なんかも渋谷区じゃなかったでしたっけ、ああいうのがあってですね人が住めないところがあるんで、人口密度は豊島区が買っております。豊島区の場合は18万世帯しかないのに10万世帯が非課税でした。 55% さすが65歳以上の一人暮らし世帯率が世界一っていうですね特殊な、池袋周辺にですね多数の企業があるからやっていけるけど、普通の地域だったら夕張市みたいに破産してるわな、特殊だよな豊島区なって思いながら議員やってましたけどもね、9月6日松野官房長官記者会見で東京新聞記者、国葬はどんな警備体制ですか、人数は、官房長官言えるかそんなのということで、ネットの反応です。記者がバカすぎる、東京新聞出禁にしたら堂々とスパイ行為できるってやばいな、トンキン新聞には探り出せっていう指令が出てるんだよ、東京新聞を公安監視対象に、東京新聞はスパイ防止法に大反対するんだろうな、そういえばニュース女子の抗議集会ですか、東京新聞記者参加してましたもんね、メンバーとして参加してんじゃねえの、取材っていうことじゃなくてね、スパイ防止法というか公安監視対象にすべきだわね、反対デモやって暴れて逮捕者出そうだから気にしてんのかな、東京新聞が中国共産党から探り出せって命令言ったのかな、それにしてもストレートに聞くもんだな、記者がバカでよかったな、まあ、よくないんですけど、23日に反対デモやる主催がですね、これで中止にならなければ当日武道館を取り囲むって息巻いてるんで、東京新聞としては仲間の危機に、逮捕者出んのかな心配になって聞いたんでしょうかね噂ですけど警察張り切ってんだって、当日の警備、大量に逮捕して警備予算の大幅増を狙ってんだって、山上予備軍がこんなにいるんですよ、警備増やさないと予算ちょうだいっていう予定らしい、まあ噂ですけどね噂、私が知ってるぐらいだから左翼も知ってて気にしてんでしょうね、当日の会場周辺に出動する左翼腰引けて少ねえかもね人数ね、私の予想ですけど北の丸公園ごと封鎖でしょうね、まあ地図見りゃ分かっけど、したら江戸城の守りお堀がありまして、まあお堀越しに左翼どもわー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 やんのが関の山ですもんね、全お堀全部取り囲むには到底人数も足りないでしょうしね、話題作りにお堀に飛び込んでみたらどうでしょうか左翼の皆さん、なぜかテレビ各社がスタンバってる前で映像飛んでる、いい絵撮れたかなんつってですね、まあ当然仲間なわけなんですけどもね、飛び込んでみたらで実際飛び込んだらあやっぱりやったわって大笑いしてやりましょうか、というわけで、メール党員さん筑紫部長さん筑紫部長さんにお願いしました、私の動画見てないで知らねえなんて支部長は、まあ、知らねえからね知らなくても、何言ってるか分かりませんけれどもよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。